レストランラフィナージュのオーナーシェフ高良康之です。本日の料理はサバのショーフロワーワイン風味、そして玉ねぎのムース、オニオンのムースになります。今日は、サバのショーフロワーですね、玉ねぎのムースを合わせた一品からご紹介させていただきます。まずサバ、こちら塩していきます。総量に対して 0.8% の塩です。しっかり塩していきます。裏表両方していきます。はい、それでは 0.8% の塩をしたら、これを冷蔵庫にしまっていきます。ラップをかけてこのまま冷蔵庫に30分ほど置いていきます。そうすると塩の効果で、まず味が入るのと一緒に、サバの、嫌な匂いですね、それが取れていきます。今度はガロニチュール、そのまま召し上がっていただく場所ですね、その野菜を、カットしていきます。まずセロリ皮をこちら剥いていきます。先ほどは香りが欲しかったので、皮を剥かなかったんですけども、そのまま召し上がっていただくものなので皮の方は剥いていきます。あとキュウリですね、トマト、湯むきして種を取った状態です。でこれを切り揃えていきます。まずセロリは厚みがあるんで少し半分に切りましょうか。で厚い皮のところは後ろちょっと剥きづらかったら包丁で少し削ぐようにして外してあげればいいです。だいたいこう歯に当たってちょっと噛んでもらうような、そんなイメージで切っていけばいいと思います。なのでさいの実切りで。今日は玉ねぎのムースと、そのゼリーですね、それがお皿に盛り込まれてきます。柔らかいものばかりだとこう歯に当たっていかない、飲み込んでしまうので、少しこう歯に当たるような感覚のものを一緒に入れてあげます。小さい四角に切っていけばいいと。サイズはもう全体的に揃えてあげるのがポイントですね。それとトマト、こちらで、酸味の中に清涼感、フレッシュな感じを持っていきます。こちらも合わせて切っておきます。はい、そしたらこれは今度ゼリーの方に加えていくので、このまま冷蔵庫で取り置いておきます。それではサバに火を入れるためのキュイソン、こちらを作っていきます。まずニンニクです。ニンニクはスライス。次セロリ、少し、その白ワインとかの中で火を入れて香りを移すので、あまり極端に薄くなくてもいいですけど気持ち薄い感じがいいですかね。で玉ねぎ、玉ねぎもセロリの幅と同じぐらいに合わせてあげるのがいいです。はい、そうしたら今度はこちらを鍋の中に入れていきます。はい、それと、風味付けのタイム、タイムも加えていきます。水を加えていきます。次は白ワイン、それとブイヨン、鶏のブイヨン、ガラスープですね、これを加えていきます。でお塩を一塩、この鍋を火にかけて、沸騰させてフィソン、火を入れるためのものを作っていきます。今度はサバに火を入れていきます。先ほど、香味野菜、玉ねぎ等を入れたものと、白ワイン等を加えたものですね、こちらを火にかけて沸かしていきます。でその間に冷蔵庫から取り出したサバです。火を入れる準備をしていくんですけども、今度はペーパーで周りの水分だけカットを押さえていきます。なのでこれを拭ってあげる。もう一つ深めのバットを用意していただいて、これをこちらに移していきます。でこの時なんですけども、皮を下にしてしまうとどうしてもゼラチン質が強い場所なので、バットの底にくっついてしまう可能性がある。そうすると綺麗に火を入った時にも、見た目が汚くなってしまうので、身を下にして皮を上にして入れてあげてください。で再度反対の面、そちらの方を水を取っていきます。はい、ではここに今度は、この火を入れていくんですけども、野菜の風味をその液体の中に移してあげたいので、このまま沸騰するまで置いておきましょう。
で、アクをちょっとやっぱり出てくるんで、こちらはすくっていきます。で、今これ沸騰して野菜の香りがこの液体に移って、野菜のお役目がごめんという風になったら、サバの方に入れていきます。この沸いた状態でこの中に加えていきます。で、ここで一回こしてあげるのが後々作業をしやすくしていきます。で、こしてあげて、今こんな状態、皮がぐーっと反ってきてます。もしちょっと火入れたいなと思ってる方いらっしゃったら、今この状態で上からラップをかけてあげてください。ラップをかけて、1,2 分はそのラップをかけた状態で置いてあげて、で、粗熱を取るために今度はラップを開けてあげると、余熱で入っていく長さ、時間の長さが同じ時間でも火の入りが変わってくるので、ちょっと芯まで火入れたいなと思うときは、ぜひラップをかけて、ちょっとだけ若い火入れがいいなっていうときは、開けたまま。そんな風にして火の入れ方、あとは味の好みを自分たちで探ってみてください。これが、ちょっと室温の温度に戻ってきた状態です。なので、ここからまずサバを取り出していきましょう。サバを取り出したら、今度は鍋に移しておきます。今度これを、卵白を入れて澄まして、ゼラチンを加えてゼリーにしていきます。今ちょうど熱が下がってね、温度が落ちて、卵白を入れても固まらない状態になっているので、なのでこのタイミングで卵白加えます。こういう風にしてかき回して、このまま火にかけてあげればいいです。最初は下の方に卵白が沈むと焦げついてしまうんで、火にかけながらそこをこう剥がすようにかけ混ぜてあげます。で、あとは沸くところまで静かにしておいてあげれば、鍋の中で不純物をつけながら卵白がこう対流を起こしてきれいに澄ましてくれる。ちょうど今沸騰したところでこうなってます。さっきまで濁ってたのがこんな感じになってきます。この状態で済ました。そうしたら、このこした後の総重量、1.2% のゼラチンですね、必ず氷水でゼラチンは戻してください。水だとせっかく測ったのに水の中にゼラチンは溶け出してしまうので、氷水で必ず戻す。今日は板ゼラチンですね。で、氷水で取ったら必ずペーパーで水を取ってあげること。これをこしていくんですけど、鍋の蓋かなんか使ってあげて出してあげるとやりやすいですね。そしたら今度はこの中にゼラチンを入れていくんですけど、ゼラチンを入れる前に必ず味のチェック。で、ちょっと塩していきましょうか。塩で、今度ゼラチン入れます。で、ここで今度やりがちなのが、ゼラチンを入れて火にかけて沸かすこと。沸騰させてしまうとゼラチンの威力が発揮できない。ゼラチンが溶ける温度であればゼラチンはそれで構わないので、もし溶ける温度より下がってしまったら、軽く火にかけて沸かさない程度溶けてくれればいいです。それがゼラチンのちょっと特徴ですね。で、これをこしていきます。で、ちゃんと底の方まで取ってあげて、で、温かければ氷水、下氷をかましてから、冷蔵庫、もし温度落ちててきれいに溶けてればもう冷蔵庫入れちゃっていいです。で、このままじゃあ冷やしていきますね。今度は玉ねぎのムース、仕掛けていきます。玉ねぎは本当にシンプルにスライスしていくだけですので、分量でヘタを取っていただいて、繊維を断ち切って切っていくと、火の入りが早くなってしまいます。なので、ゆったり色づけないようにスライスしていくので、繊維に沿ったまま切っていけばいいですね。玉ねぎのスライスもそんな極端に薄くしなくていいです。ゆったりゆったり火を入れて玉ねぎの甘みを十分に引き出してあげるため、気持ち熱くなってもいいのでスライスしてください。では、こちらの玉ねぎのスライス、この後こちらは鍋の方で炒めていきます。先ほど切り分けた玉ねぎ、こちらをバターで炒めていきます。これで炒めていきます。で、必ず塩をすること。後から塩をするとどうしてもその塩は浮き上がった塩で、同じ量を入れてもしょっぱく感じるんですね。
なので下味の塩は本当にもうあと一歩で料理が出来上がるよっていうぐらいの塩加減を最初からつけてあげた方が塩はきれいに丸くなじんでいくので野菜本来の旨味が出てきます。弱火でいいのでゆったり色をつけないように火を入れていきましょう。はい、玉ねぎにもしっかり火が入ってきてしっとりしてきてるでしょう。でこれを今度はミキサーにかけてペースト状にしていきます。でピューレ状にペースト状に回していきます。中の具材が温かいうちにミキサーに入れてミキサー1台の中でゼラチンもきれいに溶かすことができるので一緒に入れてしまう。そうすると1回で動作が済んでいきます。ボウルの方に移していきましょうか。でこんだけ滑らかになっていくので水を加えるのはなかなかちょっとおすすめはできないんですけどカラカラな状態で回してなんかその玉ねぎのみずみずしさとか野菜の美味しさを失ってしまうんであれば入れてもいいかなっていう感じですかね。ベースに合わせていくための、生クリーム6分立てぐらいにしていきます。あまりたくさん入れるとこう玉ねぎのいいところがなくなってしまうので今だいたいこれぐらいの6、7分ぐらい。今これでクリームが冷えて立ち上がっている状態で最初から氷かまして冷ましておくと固まってしまってクリームが入らなくなるから粗熱を取りながらかき混ぜながら整えてあげる。で表面が少しこう固まってきたよっていう風になっていったら中の温度を確認してあげて冷えてればクリーム入れていいです。それ以上ちょっと温かいなと思ったらもう少し冷やしてあげた方がいいですけど。でこの温度をちょっと整えてあげて6、7分立てのクリームを最初ちょっと入れてあげる。で入れてあげたらざっくり、そしたら残りの量、まあ量によっては2回か3回に分ければいいですけどこのぐらいの量だったら2回でいいです。今度はここにお酢を加えていきます。甘いところにほんの少しだけ上のゼリーとサバが持ってる風味の酸味を加えて同じ方向に向いてもらう。そうすると一皿で作り上げた時に違和感が生まれることがない。それは綺麗な酸味が調和していくので美味しさにつながる。はい、これでムースは完成なので冷やしておいて盛り付けまで、そのまましっかり締めておきましょう。盛り付けをしていきます。ゼリーを仕上げていきたいと思います。フォークとか使ってちょっと切るようにしてあげると綺麗になります。どうしてもぐちゃぐちゃぐちゃってかき回しちゃうとその白く濁ってしまう、空気が入ると濁ってしまうのでお皿のこう清涼感みたいなものが出てこなくなるんですね。なので少しフォークを使ってこんな風に潰してあげたらいいと思います。野菜です。ここに食感や風味で、生のものを使うんですけど生だからって言って味をしないわけにはいかないので塩でこちらの方にもしっかり味が入るようにしてあげること。そしたらボウルに入れておきましょうか。そうしましたらゼリーの方を野菜を加えたボウルの方に入れていきますね。でこの時にもせっかくこう透明に崩してあげているので白くならないようにここもさっくり混ぜてあげる。そうしたら材料が揃ったので盛り付けをしていきたいと思います。まずは、少しこうお酢を加えて酸味を持たせてあげた玉ねぎのムース、お皿の中央にしっかり。では次はサバですね。火を入れてレアに仕上げたサバ、次にかけてあげるのは野菜の入ったゼリー、白ワインの風味のゼリーですね。でこちらをかけていきます。はい、そしたら今度はアクセントでフレッシュの香りがなくなっていくのでマイクロリーフ、今日はセルバチコのマイクロリーフでしたね。なんかこういろんなマイクロリーフたくさん出てるのでいろんな香りで楽しんでいただければいいと思います。はい、
そうしたらたくさん今いろんなこういう花も出てるので香りのアクセントです。